中国は日本にとって古くからの大切な友人であります。私たちは共に地域の平和と繁栄、世界経済に大きな責任を持っています。そのことを十分に自覚し、大局的な観点から共に関係改善に努めていかなければなりません。習近平国家主席とはこの機会を利用して3度目となる首脳会談を行いました。確かに隣国ゆえに様々な課題問題はあります。意見が異なる課題もあります。しかし困難な課題があるからこそ話し合う。先ほどの首脳会談では様々な分野、様々なレベルでの対話を進めていくことで合意しました。東シナ海を平和、協力、友好の海とするため、防衛当局間による海空連絡メカニズムの協議を加速することでも一致しました。戦略的互恵関係という大きな原則のもとに、これからも対話を重ねてまいります。